久々の雨キャンプです。梅雨時ですからね、まあ、しゃあないんですけどね、やっぱり晴れてる方がいいな。今日はね、インスタグラムでお友達になりましたご夫婦で、その方のね地元の山、ここはねキャンプ場にいずれなるような場所なようですね。でオーナーさんから、キャンプ場を開くまでの間自由に使ってくれというふうに言われているようです。ブッシュクラフトでも何でも好きにやってくれということで、枯れた時期のね、伐採も許可いただいてますし、今のところ直火もの焚き火も可能ですのでね、やりたいことがいろいろできる非常に恵まれた環境ですね。それでそのご夫妻のね、たっての希望でここでブッシュクラフトをやりたいので、いろいろ教えてくれと。教えるなんてなことは何もないんですが、まあね、みんなと楽しくできるのであれば。それでシェルターをね作りたいと、ウッドシェルターを作りたいということで、簡易的にでもねちょっとブッシュクラフトチックな、ベッドを備えたねシェルターを作りたいなと思ってます。でそのプロジェクトをね完成するまでしばらく、何回か通うことになると思いますけども、私の目線の先にね、街が見えるんで、街から近いところなんでね、街の音が聞こえたりいろいろしますが、ただ鳥がねここは非常に、たくさんいますんで、晴れてる時の朝方はね鳥の声で目が覚めますね。前回ちょっと一回聞けるんですが、まあこのねご夫婦のキャンプ熱が非常に、強くて高くて、で特に奥様の方がねちょっと前回私、まあ、拝見した限りではまだキャンプ歴は短いんですけども、いやいや非常に真面目というか、キャンプに対するなんていうのかな、動きというのかな、センスというのかな、非常によろしいですね。でまあ私もねじゃあちょっとまあそれだけセンスのある方だったらね早いうちにいろいろ習得されたら面白いだろうと、そう思ってね、まあ、ちょっとじゃあお受けしましょうと。まあ先生とかね師匠とかいう方いますけど、私は違いますからね、そんなんじゃありませんから、一緒に楽しくやって、まあね年の功がありますから、その辺で少しね何かお役に立つことがあるんであればねいいかなと思ってます。とまあ今日もね雨なんですが、週末せっかく休みが取れるのでぜひということなもんですから、わかりましたと。雨ごときでひるんでたんではね示すがつきませんから、やってまいりました。もうそろそろいらっしゃるんじゃないかな。で今回は、キャンプするのは私だけで、ご夫妻はね、地元なんでもう通ってらっしゃいます。まあ何回かはね多分お泊まりにもなると思いますが、まあ私はねちょっと通うわけにいかないんでキャンプをしながらやりますけども、まあどんなことができるかね、私もハリーズブッシュクラフト一周ですからみたいなことしかできませんけど、楽しみです。
おはようございます。よろしくお願いします。よろしく。あれ旦那は今日仕事なんですよ。ありゃまあ、そうですか。じゃあお一人で。そうなんです。お願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、雨もちょっと上がり気味でいい感じなんで、じゃあ頑張りましょう。お願いします。この両脇をペグダウンしてもらえ、はい、ここ、うん、それマスクつけてるとマスクいっちゃうから取った方がいい。はい。でね、マスクはね、今日みたいな雨の日はどっかポケット入れると。この両脇をつまんで、この中央に持ってくる。うん、そのあのループちゃんと持ってないと。うん、そう。それでこいつと。そうそうそう。それでこれほら折り目があるでしょ。あれでまっすぐ。まだずれてるかな。そうそうそう、両方でこう、両方がテンションがきっちり。うん、はい。よし。で、そこを2ついっぺんに打っちゃう。はい。OK。で、もうペグダウンするとおしまいね。そしたら、うん、真ん中ね。ここが真ん中。ここが真ん中か。そうやって話してみる。うん、そうそう、これでいいや。そしたらこの真ん中にここに入れるから、はい、うん、この高さね、自分の高さちょっとここに入れるから、はい、胸のラインぐらいかな、はい、うん、そしたらそのぐらいの球を用意する。はい、うん、そしたらね、それを中に入って入れるんだけど、うん、入れる時にこいつでタープいっちゃうから、これこうかぶして、これでやるよ。それで入るのがね、うん、この真ん中だから、こっから入る。入る。こういうとこ。はい。で、これが真ん中ね。ここか。ここ？そう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 。はい、もうちょっと真ん中。そう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 、こう。はい、OK です。はい、お、すごい。で、出入りがね、こういう感じなんだけど、うん、ただこれで、まあもうちょっと高い方がいいんだけど、もうちょっとだよね、長さね、あるといいけど。それで、もうこれでおしまい。だから雨の時とかでもう早く作りたい。それでいて雨に強いのね、これね。ただこの長さの問題とか、それからそのテンションのかけ方で、あんまり安定性がいいわけじゃないんで、もう臨時だけどすぐに使えるってやつ。で、こいつのテンションを取るのにいいのは、あとはこいつね、ここをこういうふうにそれぞれ張っちゃう。うん、ちょっと借りると引っ張ってみて。そう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 。うん、よしよし。え、そう、うん、いいよ、いいよ。借りるとして。そのままで、ちょっとずつ。よし、今度。で、これで一応完成。それでこれをまああのちっちゃなあれでいいから、ここに引っ掛けてやってピンとすれば、留守の間結構席はできるでしょ。で、入る時はこれだ。うーん、入ってみて。あ、広い。
で特に冬とかね、寒い時、うん、これでパッと立てちゃって、とりあえず、なるほど、うん、っていうのがまずこれ一つね。へえ、すごい。で、すごい雨が結構厳しくても入ってこない、これだと、うん、こういう感じで、もう手、なんていうの、ナチュラルにドアがしっかりしてるから、うんうんうん、ジャバジャバ振られても大丈夫。へえ、うん、これはいいですね。ね、これがまず一つね。はい。なんかポーランドの中みたい、群幕の。おう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 の中ぐらいにかな。あ、でもより広いね。まあでもパンナ、あの真ん中にポールが一本立ってるからね。ね。うん、はーい。オッケー。よし。じゃあ次。はい。ステルス。ステルスね。行きましょう。折り紙やってみよう。はい。ね、折り紙にもいろいろやり方あるんだけど、うん、まずね、最初の金銀のこの外から一つ目、外から一つ目、はい、この間をピンと手札を一回してみて、そこ、この間をピンと開けてね、うん、そうそうそう、はい、そしたらね、今度は前ね、この端、これをこういうふうにピンと張った時に、ここにこれを持っていく、そうで、この角ね、この位置でホルダーをする、うん、はい、OK、 OK、 で、後で今度はこの脇も打つんだけど、その前にあのキー持ってきてくれる？そしたらこれをこうやってこの位置で中で立ててみて、はい、この位置、そう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 な感じ、いいね、いい高さ、いい高さ、はいはい、うん、あ、らしくなってきた、なってでしょ、はい、で、中を広げるのにここをこうやって広げる、で、ここペグだ、で、その真ん中を引っ張るときに向こうとのこのテンションを見てちょうどいいところ、そうそう、その感じ、その感じ、よしよし、オッケーオッケー、そうそうそう、それで、あのちょっと別の処理をしちゃおうか、向こう側、僕やるけど、これを中に折り込む、そうそうそう、中に折り込む、こういう風にするわけ、うん、なるほど、それでパラコードでこいつを引っ張って、うん、あそこにつなげてやる、うん、パラコード持ってきた、持ってきました、このペグに結んで、向こうはこれもちゃんとしてない、うん、
え、違ってます？これね、ここじゃなくって、うん、こっちに巻くの。さっきこれ今引っ張ったらさ、ずるずる、ずれちゃったね。あ、じゃあこっちに巻く。あ、じゃあちょっと来たらこっち、うん、そうそうそう、こっちですね。 そういうこと、そういうこと。やだ、ずっと待ち覚えてたかも。そうじゃないと摩擦力が働かないね。なるほどです、うん、そう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 、そうするとテンションが動かない。あれ、あの引っ張ってる方が逆ですけど、こう、そう、あ、本当だ。そしたらこれにパラコードを使って、でこれをもう少し上げたいなと思ったらそれを少し緩めてやるのね、うん、そうすると寄ってくるから、それであそこのあれもつけていって、ちょっと本結びでいいから簡単にやるのはこれでしょ。あ、でどうしたら、はい、全部そうするとこれがはい、こう来て同じところにもう一回こう来て、そう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 、で今度は外側に、うん、まあ3つやんなくてもいいけど、そうそうそうです、そうです、そう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 、オッケーオッケーオッケー、そしたらテンション晴れるでしょ。そう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 。わあ、素敵。綺麗じゃん。いいじゃないですか。いや、うまいうまいうまい。お上手。イエーイ。はい、これ中に入れて座ってみてください。うわ、広。中広いでしょ。広い。どう？今日はこれで行きましょうじゃん。今晩お帰りになるじゃなかったっけ。そうなんですけど。どう、いいでしょ。いいですね、これは。天井高もまあそこそこ取れてて、今度これで泊まりたい。だから滝見さんのその身長だったらその奥にそう横にも寝られるし、あの、でもいいですよね、うん、ご主人だったら身長あるだろうからこう縦に寝てもいい。ご主人と2人でも、ね、いけるいける、十分いける。で、まあ要はこれはそのまあ欠点じゃないんだけど、あの前がこうやって空いてるんで、うん、それでもね冬結構これでもいける。それから冬はねバックパックとかをもうドア代わりにここに前に置いちゃうのね。うん、そうすると冷気の入りもだいぶ変わってくる。そう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 、変わってくるから。なるほどです。ね、いいでしょ。はい、いいです。うん、いや、うまいよ。こんだけピンと綺麗に折り紙貼れるんだから。ですか、うん、うん、だからコツとしてはこのキーになるこのポイントね、うんうんうん、これのポイントだけ押さえちゃえば、うん、要は外から一つ目、外から一つ目、うんうんうん、でそれとまっすぐのところにこの角を持ってくるっていうのね。ちょっとお尻引っ張ったらもっと広いんですよね。そうそうそう、それができるっていう。やってみる、はい、あ、そう、そこそこそこ、そうそうそう、それで、うん、とりあえず今その木でいいんじゃない。この木でいい、うん、とりあえずはね、届けば、うん、さあ、これで中入ってみて。全然ちょっと違う。で雨がこれで土砂降り降ってきたりとか、はい、それからあの雪ね、うん、そうするとどうしてもこの PU ナイロンとかポリウレタンっていうのは伸びるんで、うん、あのダラーンとなってきちゃうの、うんうん、それをこのガイラインでもって今後ろに引っ張ってガイラインで、うん、天井の落ちるのを少しでも防いでやったりね。でその左右今中折り込んだやつがあるでしょ、うん、それの中はもっとしっかりピンピンと中に入れてやって、うんうん、そう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 、はい、うん、
でその上にこのグランドシートみたいなのをかぶせて広げてやると、うんうん、あの雨こういう傾斜地で雨が流れてきてもまあそれほど濡れなくて済むよね。うん、確かに。すごい。いいでしょ。いいです、これは。これがステルスのその折り紙ってやつね。意外にできましたね。ね、簡単にできるでしょ、結構。うん、容量さえ分かっちゃえば。うん。お上手です。ありがとうございます。写真撮ろう、写真。これね、切って、繊維がこう入ってるじゃない、うん、これを直角に切ろうと、あの斧でやろうとすると結構難しいのね、うん、でこういうのやるときっていうのは斜めの方がスパンと行きやすい、叩いたときに、うん、だからあの木もさ倒すときにこう斜めに入れたでしょ、うん、これはいけるけど、うん、真横でパーンとやろうと思うとなかなか入ってかないの斧が、うん、でこれで残りよりはまっすぐのがいいんだよ、うんうん、だけど斧のときに斜めの方がやりやすい。やってみて、はい、そうそうそう、それあ、入るでしょ。お、本当です、ね、じゃあ4メーター、3メーターだから、うん、この間だと4メーターって難しいから3メーターをこうしようか、ループですか。うん、この2つ目にしますか、はい、こんな感じ、うん、はい、ビビだ、うん、それでさっきのプルシックを出してきて、でここ通して、そう通して、で木をとぐるで入れて、いっぱいかな、うん、晴れてる、うん、まあこれ何でしょう、はい、そしたらテクダウン向こう、はい、で僕はじゃあこれどうしようかな、立てるかな、これはあそこの木でいいかな、そっか、これも向こうの木でいこうか、じゃあこっちはあのあれでパラコードでいっちゃうね、後ろペグダウンお願いします。いただきます。いただきます。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうぞ。うまい。美味しいですか。うん、これあ、うまい、うまい、うまい。でもこれパン自分で焼いたんだよ。焼きました。うまいね。食パン、あ、ちょっとこれ旦那くれよかったんだな。ですよね。あ、そう、うん、おいしいですね。うん、いけるいける。カツ美味しいわ、うん、ちゃんと効いてるな。
それビール飲みたくなっちゃいますね。いただいていいですか。どうぞ。うん、うまい。ベンチね、を作りたいんでしょ、うん、そしたらね、今日作るベンチは高さを調節する、特にここなんかあの傾斜になってるから、うん、高さを調節したいじゃない。それで丸太を2本って言っても座って心地のいい太さの丸太ないから、この辺、うん、で組むわけね。でどう組むかっていうと積み重ねてやるわけ。こうやって2本置くでしょ、うん、その上にこれを今度こうやるわけ、はいはい、でそのここにこう横に渡してベンチにする。うん、でそうすると下はいいんだけど、この2段目以降ここが動きやすいんだね、うん、でそれをステークっていうかの木のペグで枝でね、うん、刺して動きを止めてやって、でやる。だからこっちの方をもう少し向こうよりこっちを高くしたいわけだから、うん、段数を増やしたいから、うん、で最初にこうやって2本置いてみて、まあ、1本からこう置いてまた1本でもいいし、うん、段数を増やしたよね、こっちの方ね、うんうん、そっちよりも、うん、それでここの水平を取ってやる。なるほど。でそのための材料があそこにあるから、うん、あれとその辺の、まあ、長いやつで、まあ、どのぐらいのベンチを作るかによるけども、ここだったらどうだろう、1メーターか1メーター2、30の長さに作ってやる、うん、ただいいかなと思う、はい、うん、でやってみますか。はい。それでこう来て、うん、こう来て、うん、であの一番太い、あ、太いの一番こっちだね、こいつかな、こいつがその上かな、そうだね。それでね、はい、押さえるための、あのステーを打ち込まなきゃいけないんで、うん、それをやるためにどうしようかな、うん、ここにしとこうか。それでこういうふうに入るから、うん、でここにもう一本入るから、よし、OK、じゃあこのぐらいの位置で今度こっちね、まあいいや、うん、それでこっちにこれ落とさないように一本打っちゃおうか。うん、そうですね、うん、はい、よし、じゃあそれをここに打ちますよ、うん、そしたらこれ渡ってくるからここね、うん、ね、よし、これで打っちゃって、うん、奇跡にこんなもんでいいかな。はい、うん、そしたらステーを打っちゃおうか。はい、で、これはこっちにしかもう行かないから、でそこだと次のやつ、うん、そうそう、どうでしょう、いいんじゃない、よし、こんな感じね、はい、 OK、 じゃあこれでこの上を並べちゃおうか。これね、ちょっと細いから、で一番太いのは一番向こうにするんで、うん、これかな、ベンチっぽくなってきた、うん、で、これ、うん、それにして、で、こういう風になってるじゃない、うん、横にしちゃった方がいいかもしれない、隙間空いてても構わないこれぐらい、ベンチは、うん、そう、なるべくこのこっち方向をあのまっすぐにして、こっち方向は多少空いても構わないから、そうそうそう、そういう感じ、うんうん、はい、よし、で、これはね、
一番向こうだ。逆さまだな、うん、そうそうそう、そういう感じの範囲かな。で、これがさ、うん、こっちの方が細いじゃん、うん、そしたらこう細いのを向こうに持ってた、こっち、そうそうそう、はい、うん、それで安定したところで、じゃあステイをもう一度一緒。あ、こっちはね、ごめん、短い方でこれで、うん、そうそうそう、はい、OK です。そしたら上の余分なやつを切っちゃおうかな。してるからあんまり意味ないんだけど、これで見る限りほぼこの間に入ってるじゃない、はい、でこれもほぼ、うん、いい感じじゃない、うん、ね、うん、だいたいこれでレベルまっすぐね。わお、完成ですか？まだ？ほぼ完成、イエーイ。これで見てもあ、いい感じ、いい感じ、うん、オッケーオッケー。そしたら、うん、でここで縛っちゃっていいんですか？うん、2回くらい回したら、いいじゃないですか。どうでしょう。完璧です。座ってみてちょうだい。うわ、これはいい。ここでじゃあ焚き火で、うん、高さどう、ちょうどいいでしょ。めっちゃ最高です、これ。いや、すごいやった。もう椅子買わなくてもいいです。でそれにあのシットパッドを置いてやればお尻も痛くないし。確かに。で、これがこの構造が要は向こうのシェルターでベッドを作る。これの大きいやつ。はい、そうそうそう。だからあの傾斜してれば片方を3段にして片方を2段にするとか、それからあのこういう傾斜になってることもあるから。うん、なるほど、うん。そしたらこの一番下をこれじゃなくって、うん、これを下にしてやって、それでもって高さを調節してやるとか、あとはちょっと掘ってレベル取ってやった方がいいかもしれないけど。まあ、要はこういう構造で向こうでベッドを作ると。これの長いやつ。これテーブルまで作れますよね。これは作れる、作れる、やろうと思えばね。だけどテーブルはもっと高いのが欲しいじゃない。うん、だからテーブルはできればあの足を作るか、もしくはトライポッドを2つ作ってその間をに渡すとか。なるほど。まあいろいろ少し使い勝手のいい高さのあるやつの方がいいと思うんで、うん、まあでもベッドはこれでいけると思う。どうですか、座り心地。いいね。だこれをやるのにグスグスのあんな針葉樹じゃ落ちちゃいますね。落ちちゃうから、だからちゃんとした広葉樹でしっかりしたも材料でやってやんないと。 OK です。ありがとうございます。よかったね、できた。できたら結構簡単に、うん、構造が分かれば簡単でしょ、うん、やってみれば。本当、要はこういうふうにすれば足ができるっていうのは
しかも本当にすごい、あの、なんて言うんだろうね、立て方ですごい水平にあるんだね。まあ、メケントだったけどね、やっぱりね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いろいろありがとうございました。いいえ。じゃあまた明日よろしくお願いします。はい、よろしく。はい。旦那さんにもよろしくお伝えください。はい。はい。お疲れ。夜になって雨足が強くなってきましたね。今日は雨の中でしたけど、いろいろできましたね。雨が小闇になったところで、まずタープのね、セッティングをいくつか試して、今日やったのは2つかな。それから、まあ雨よけのタープ作業場兼休憩所を作って、それからね、ベンチをね、作りました。でこのベンチはね、このあとシェルターをこれから作っていくにあたって、そのシェルターの中に、ベッドをね、作りたいということなようですから、まあそれの予行演習ですわな。こんなような構造というのを作ってみました。で恐れ入りましたね。今日はね、ご夫妻、旦那さんがお仕事でいらっしゃれなかったんで、奥様だけだったんですが、いや、この奥様のバイタリティ、スタミナ、それからね、一番感心したのは、こういう、まあ、キャンプというよりもブッシュクラフトですね。このブッシュクラフトに対するセンスをすでにお持ちですね。それがちょっとびっくりしました。まあね、私の動画を随分ご覧になっていただいているようなんですが、多分
まあ、私以外の動画も多数ご覧になっていろいろ研究されてらっしゃるのかな。ただね、こういう外でのこういういろんな仕事っていうのは動画で見たからできるってもんでもないんでね、これはやっぱりねセンスですね。でどういうセンスかというと、このブッシュクラフトなり外でいろんなことを自分で作ってやるというのは、物事の道理が分かってないとなかなか前に進まないんですね。ただ見よう見まねでやってもですね、なかなかうまくいかない。まあだからね、まあ、みんなトライアンドエラーでね、失敗しながら徐々に覚えていくんですが、ただ今日のね、あの奥さんはなんていうのかな、もちろんその見よう見まねからのスタートではあると思うんですが、物事をその道理を通して筋を通して物を覚えるという、ちょっとね職人かたぎみたいなね、ところがあって、このセンスの良さ、これにはねちょっと私も今日は、驚かされました。まだねこういうキャンプとかやり始めて、1年経ってないっていうおっしゃってましたからね、それでこれという、でどういうことかというと、あの何かをやらせてうまいとかね、そういうことではなくって、動きですね、それぞれの動き、アクションが、全て理にかなってる、無駄がない、まあ、もちろん知らないことはいっぱいあるので、これどうやるんですか、これってこれでいいんですかみたいなね、もちろんそれはあるんですけども、ただそのこちらがちょっとやってみせるだけでその道理をつかむというね、このセンスの良さ、これはねもう本当ブッシュクラフト向きですね。と私は思います。とまあ非常に驚かされた今日は一日ですね。こんな雨の中ですけど、嫌な顔一つせずにむしろ楽しんでらっしゃるんで、僕の方がむしろ雨でへこみ気味ぐらいだったのに、まあもう危機としてもう楽しい楽しいって言ってやってらっしゃいましたからね、ちょっとこの先恐ろしいですよ、あの方は。そんなに広い場所ではないので、限られた資源なんですけども、それでもねうまくそれを利用して今日これだけやれてるんで、ちょっとね明日なんとか天気が回復したらまた楽しみですね。明日も朝からいらっしゃるっておっしゃってたので、まあ、本当はね、キャンプしたいっておっしゃってたんですが、ご主人がね、お仕事でね、お家に帰ってらっしゃるんで、まあ、泊まらずに、まあいいですね。だから地元でね、近場にこういうところがあるというのはね、通おうと思えばいくらでも通えるわけですから、羨ましいです。まあ私も、この後も何回かね、ちょっと、ここへ通って、なかなか日本でねこういうブッシュクラフトってやれるところってほとんどないと思うんだよね。私有地を許可をもらってお借りしてできるとか、そういう恵まれた環境でもないかに、だからここもまあ私有地ですから、で
オーナーさんもね、こういうことが好きな方で、もうぜひやってくださいと、物手を挙げてサポートしていただいてますので、思い切ってできますね。ですから今回ばかりはハリーズブッシュクラフト一種ではなくて、ハリーズブッシュクラフトで、これね、ちょっとしばらくシリーズ化できるかもしれませんね。ということで、雨キャンプですが、これをもうちょっとやって寝ます。ひとまずおやすみなさい。おはようございます。昨日は一晩中雨でしたね。結構降ったな。でも昨日はね、ちょっとだいぶ疲れたんで、夜中一回トイレに立っただけでぐっすり寝ました。今ね、6時ちょっと前なんですけど、何時間寝たかな、8時間以上寝たか。今またちょっとね、降ってきたんで、天気予報当てにならんな。今日もこの分だと降ったり止んだりかな。鳥の声がね、ここいいっすね。さあ、今日もね、雨の中なんで大したことはできないかな。これから先の作業のためのちょっと道具作りでもしますかね、今日はね。今日はご主人いらっしゃるのかな。昨日はね、奥さん一人だったんでね。でもすごいな、女で一つで
こんだけできると男顔負けですね。いや、下手な男子よりもできんじゃないかな。参りました。まあ、今日は、まあ、雨の中どうするのか分かりませんが、このいい作業場を作ったんでね、まあ、雨がひどかったらこの中で作業しましょう。おはようございます。おはようございます。ございました。いいえ、またよろしくお願いします。はい、今日も大変ですよ。よかったね、天気上がって、ね、雨上がって。じゃあ今日も頑張りますか。お願いします。ご飯食べてきた？食べました。今日旦那は？今日ゴルフです。大変ですね。じゃあまた。そうなんです。お願いします。はい、じゃあ頑張りましょう。はい、よっしゃ。だからそのこのこういうのを全部入れてっちゃえばパッキングサイズも小さくなるし、うん、で、あのこのトライポッドリングもそうなんだけど、1個で1つのものが複数以上の目的を果たすようにしてやると、うん、パッキングサイズも小さくなるし荷物も減るし、すごく便利なのね。うん、だこれもそういう設計で作ったんだけど、ごとくっていうか、あのトライポッドを作るため、ああいう風に作るためだけじゃなくって、これのごとくにも使えるし、焚き火の中を放り込んだごとくにも使えるし、万能ですよね。うん、でそうやっていくとね、どん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 荷物は減ってく。そうするとあのバックパックキャンプもできるようになるし、ね、うん、じゃあクッカーはこれと、僕はこれとそのキャンティングカップだけだね。で十分だもんね。十分だから、もう場合によっちゃね、このやれクックサだとか、このコーヒーカップ、マグカップだとか、うん、シェラカップだとか、うんうん、それすらいらない。あ、これで全部済ましちゃうんだよ。だって液体ものはこれで十分じゃん。うんうん、で皿も場合によっちゃその木をその薪を割る、作って割るじゃない、うん、割ったこの表面を使えば、少し太めの薪を使えばそれも皿代わりになっちゃうし、洗わなくて済むし、そう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 、燃やせばいいし、ね、うん、ね、そのぐらいその腹くくっちゃうと、クッカーもあ、じゃあこれ1個でいいやみたいな、あれもこれも、例えばあのよくあるほらアルミの、あのフライパンと鍋と、はいはい、全部本当そういらないかった、うん、だそれがもういらなくなっちゃうね。で食べるものも、うん、その僕がよくやるその乾燥の食材、うん、あれガサッとこのクッカーに入れてやって、お湯を入れて食べるだけにしちゃえば、うん、もう本当にクッカーいらないし。だから僕もウルトラライトじゃないんで、あの軽量軽量ってそんなに目指してるわけじゃないんだけど、まあそれでもね、少しでも軽い方がさ、うん、まあ楽は楽だからね。ウルトラライトってのはやっぱり犠牲にしてるところ大きいのよ、結構。機能とかさ、例えばハンモックにしたってサイズが小さい、寝心地ちょっと慣れるまですごい時間かかる、もしかしたら全然無理とかさあるじゃん。いや、それに対してカメレオンはウルトラライトのハンモックからしたらだいぶ重いけど、でも寝心地は最高じゃん。うん、いや、私の目指すところはジャック一つで、うんうん、自分のサイトまで行ければいいんです。うん、重くても。だからそうなると、うん、水もだからこのキャンティーンに入れていくじゃない、うん、でこれで1リットルじゃない、うん、あともう一つあった方がいいのは、あの水の浄水器ね、
で今回ほら水持ってきちゃってるから持ってきてないけど、あれもあのソフトフラスクって言ってあのビニールの、ありますね。で僕が使ってるのはビーフリーってやつなんだけど、あれ1リットルのやつ今使ってるのね、でそれにも水でそれは川の水でも何でも使えるわけさ。でキャンティーンも別に川で水が調達できるんだったら入れてくる必要ないんだけど、で川なら川で水すくってそれで浄水してやってってやるともうそれで2リッター手に入るわけね。で僕はその他にもう一つハイドラパックっていう会社で出した、そのビーフリートの系列会社なんだけど、ハイドラパックっていうところでやっぱりソフトフラスク出してるの、でそれが2リッター入るのね。でそれもほらこうやって折りたたんできちゃうわけ、でそれも川の水入れてるとそれで2リッターでしょ、全部でもう4リッター手に入るんだよ。でソロキャンで1泊2日で4リッターあれば十分、1泊2日で4リッター？うん、4リッターあれば十分。あのやれ手を洗うだとか、なんやかんやっていう、それはまた別、あんまりそんなことできないけど、歯を磨くとかなんだかんだ全然問題ないから、であとちょっと手濡らしてこうやってあとはティッシュで拭っちゃうみたいな程度だったら4リッターあれば十分、食事とコーヒー飲んだりなんやかんやつって、まあ3リッターでもいいけどね。そうすると持っていくものはどん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 コンパクトになっていくし、だからこうやって水場のないところねはそれに全部入れてこなきゃいけないから、最初からもう4キロは覚悟なんだけど、でもそれ消費しちゃえば帰りはないわけだから、なるほど。あれですか、昨日はどういう夜だったんですか？昨日の夜、すんごいもうパーティーでしたよパリピですか？パリピですよ、だって雨音がうるせえのなんのってもうすっごい土砂降りだったんだもん昨日の夜。バタ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 で、で雨音でさ、やっぱりその場所で何回か経験してりゃもう慣れると思うんだけど、初めての場所で初めての雨だと、その音でかいろんな音に聞こえちゃうんだよやっぱり。よくほら川のそばでもそうなんだけど、川のその流れの音に慣れてないと、そこの場所のね、そうするとね誰かが喋ってるように聞こえたりすんのさ。なんか誰かの小声でね、なんだよ、何様だよって言ってるように聞こえるいやでも実際そうかもしれない。だからそれをやめてほしいんですよそれはね、やめてほしいの。冗談でもね、その今の情報が入ると次そういうとこ行った時、あ、意外にビビリなんですね。ビビリだからお祈りするんじゃない。あ、そっか。昨日の夜もちょっと雨音がさ、広いところでザーッと降ってくるんじゃなくて、いろんなところからいろんなランダムに雨粒が落ちてくるわけじゃない、こういう中っていうのは。ちょっとなんか足音に聞こえたりするわけですよ、いろいろまあでも昨日はぐっすり寝たな、気持ちよかった。ここいいですよね。ここいいね。で材料探しをまずちょっと今午前中にしておいて、っていうのは木槌作りたいのね、で木槌が硬い木が欲しいんだよ。で枯れた月の広葉樹の枯れた月でしっかりしたやつをまず見つけなきゃいけない。である程度の太さ欲しいのね、だからいい広葉樹があったらなるべく根元の方から太いところからで、それで木槌を作るのと、それからウェッジ、くさびを作りたいんで、やっぱりもしそういう木が一本あればそこから全部取れると思うんだけど、それをまず今日は作りたい。はい。で、時間があればちょっと試しに一本
割り裂いてみて。ただ欲しいのはこの2本ね、うん、だけどこれの方が太いから後で切るから、先にこいつ邪魔なんで、邪魔だけどこれも使うから、うん、こいつを昨日のこれと同じようなこの辺で、僕こっち持ってる。それでこれを切ると、多分ね途中でノコの刃がね、うん、挟まっちゃうと思う。だからそしたら、まあ、これ軽いからあと抜いて、あとは手で倒すかハチェットで持って脇から落としちゃうから、はい、で切るうちは大体この辺でいいから、うん、じゃこれちょっと押さえてるんで、でちょっと倒れるのは多分ね向こうへ倒れるから、これこういう風になってこっちから、そうだね、でそういう時はこの周りの枯れてるのを取っちゃう、うん、そうそうそう、邪魔なのを裂かれて、よしよし、いきます。はい、どうぞ。なるべく真横に切ってやったの、うん、枯れてるよね、全部ね。枯れてます。ああ、枯れた直後だ。枯れ直、枯れ直、いいじゃん。よし、出ますこれね。そしたら今度こいつなんだけど、はい、こいつもねよく見ると向こうへ行きそうなんだよね、うん、こうやって四方から見てもら、見てやって、木がどっちに傾いてるかね、うんうん、向こうに行きそうじゃない、うん、だけど向こうへ倒れられちゃうと結構この炭とかダメージ受けそうだから、できればこっちに倒したいの、うん、でこっちに稼いでるものをこっちに倒すのは結構難しいんだけど、この間あそこでやったのと同じように段にしてやって、こっちやってこっちやってっていう段を作って、ここを切ったら今度この辺、ここでここね、ここで、うん、これのちょっと上ぐらいでいいから、うん、ここで切って、で、うん、その切る方向は向こうへ倒したんで、こっち、うん、向こうに対して直角にこう入れてやる、うん、そしたらこれと高さを変えてやって、うん、こっちか、こっちから、うん、で、これはねこっち入れていくとね、だんだんこっちに稼いでくるから、うん、刃は挟まらないと思う。だけどそれをずっと行っちゃうと向こうへ倒れちゃうから、ある程度のところまで来たら今度はこっち側からで向こうへ押しながら倒すやる、はい、なるべく水平に、水平にこの方向ですよね。そしたら向こう行ってこっちだ、こっちこっちか、そうそうそう、なるべく水平に、水平じゃないじゃん、水平ってのはこういうこと言う、こういうことが水平、わかる、うん、うん、こう、そうそうそう、斜めに、私こう、こっち、これが水平、そうそうそう、そうそうそう、やばい、もう少しこっちにさ、こっち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 、うん、もうちょい行った、うん、半分ぐらいまで来た、よし、もう行きます、うん、そしたら今このまま切り進むとこれはこっちに倒れる、うん、今度はじゃあ、うん、この上、この辺だね、この辺を向こうに向かって垂直ね、
そうそう。舐めてる。うん、まあ大丈夫だよ。こっちを僕が押さえてるから。はい。で、一応ね、この切り口とこれと上とこれがもうほぼ交差してるから、でここを見てみて。これが今ギリでしょ。うん、中はまだねちょっとこうなってると思う、ね。うん、それで今持ってるような状態。うんうん、だから。本当だったら素直に倒そうと思えば向こうで素直に倒れる、うん、今こっちを上げてるからこっちに倒したいから、うん、もうちょっとなのね、あとで俺がこっちから押してるからもうちょっとだけ切り進む、はい、よし、一回抜いて、はい、そしたらちょっと押すか、せーの、痛い痛い、よし、よし、よし、で上が引っかかってるから倒れないけど、よいしょ、よし、これ倒れた、せーの、よし、できた、やったー、結構この間より、でこれ見ると、うん、まあまあ使えるでしょ、土に、木づちにできる、うん、でね、これ見てもらうと分かるんだけど、今こっちに倒れたでしょ、うんうん、とこの角度とこの角度ちょっと違ってたの、うん、だこれが綺麗にこういう風になると、なるほどね、もっと入る、 OK、 グッドです、お疲れ様です、じゃあこいつから木づちとくさびと切り出すんで、うん、50センチね、はい、うん、ちょっとこれが埋まるぐらいで、とりあえず、うん、このぐらいね、これをこの先続けて、はいはい、4箇所、一回り、うん、作ってみて、はい、カットした深さがあるじゃない、うん、そこまで行くから、これともうちょっとあれだね、この辺かな、うん、まあ、この刃の幅でとりあえず行っていいわ、はい、それでそこまで行きます、うん、お、入った、
これ見た通りこっちに行くじゃない、うん、でもこれ木がそういう風になってるからね、それ気にしなくていいからこうやってもう徐々に少しずつ少しずつやっていっちゃって、うん、で本当はねこの斧ってあんまりバトニングしない方がいいんだけど、まあ今はとりあえずこの分だけで、毎回毎回この斧をバトニングやってるとここが広がってきちゃうから、うん、あんまり斧には良くないよね。でそれはちょっと覚えておいて、はい、うん、よしよし、そしたらね、このあれもどんどん落としてしたらね、今度は、はい、今バトニングでやったけど今度これで、こっちの持ち手ねこうやって持たないで、ね、うん、ここ行っちゃうからこうやって必ず、はい、なるほど、こういう感じ、これで四方やっててだん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 細くしていくから、トリミングですね、トリミングです、トリミングですね、手気をつけてね、はい、でそれやるときは、うん、ナイフをなるべく近いところにしておいてロッドを引く、そうほらパツだった、はい、優しく優しく優しく、そう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 、優しく、うん、よろしいでしょうか、よろしいです、はい、はい、じゃあある程度さ、そんなことやっていいですよ、できたー、うまいうまい、上手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 、さすがっすね、
今7時過ぎですね、奥様もねお帰りになられて、私はもう一泊してから帰ります。奥さんのね差し入れで枝豆とあとはチーズでね、今晩の飯はこれで済まそうと思います。ちょっとねさすがに今日は疲れたんで、もうね何か料理をしようとかっていう元気がちょっともうないですな。負けました、あの奥さんには。まあとりあえずビールを。9時、もうすぐ9時なんで、そろそろ寝たいと思います。今ちょっとねインスタライブをやってみました。初めてなんですけどね、なかなかいいですね、フォロワーさんの方、それから YouTube の視聴者さんなんかもねご覧になってて、ライブご参加いただいた方ありがとうございます。さあ今日もいい一日でした。じゃあこれをねやって寝たいと思います。まあ本当にね、今回のこのご夫妻のね、今回奥様だけですけども、初心者と言いながらねこのブッシュクラフトをこれだけ楽しむ姿勢っていうのかな、まあセンスもすごくいいんですが、なんせ楽しんでらっしゃる。でこれがねちょっと僕自身が忘れかけてた部分ですね。しばらくやってるうちにね、なんかあのなんていうのかな、ちょっと義務感に駆られたキャンプもあったような気がしたんですけども、まあ、動画を作らなきゃいけないなんていうねちょっと使命感もあったりしたんですが、今回のねこのプロジェクトをお手伝いさせていただくということで、楽しんでねブッシュクラフトをやる、キャンプをやるっていうこの姿勢をね改めて教えていただいたような気になってます。ぜひねいいシェルターを作って、でねいい思い出になって、くれるといいですね。それまではまあ視力を尽くしますが、カンソロができるんでね今はね、これはね嬉しいっす。なかなかということで、今燃えてるね薪が燃え落ちたら寝ようと思います。それではひとまずお先におやすみなさい。